この人タイトル画面の横に立ってた人だね。めっちゃおしゃれなんだけど、バッグ。こんなバッグ見たことある？びっくりした。人だよね。寝てるのかな？見たところ、ここにはこの人しかいないみたい。この人にここはどこか聞いてみようかな。とりあえずこの人起こさないと。どうやって起こそう。じゃあね、とりあえず揺すぶりましょうよ。肩を叩きましょう。肩を叩いてみよう。もう、どんどんどんって叩いて、どんどんどんって。思いっきり、脳震盪を起こすぐらい肩揺らして。起きないな、もう少し強く叩いてみよう。起きろーい、起きろー。来た。あれ、僕寝てたのか。あなたはここのお屋敷の人？私、迷子になってしまったみたいで。ここがどこか教えてほしいんだけど。いや、君だったかい。おはようのは。どうして私の名前？この人がね、多分ね、来ちゃダメだよみたいな感じで言ってた人なのか、いや、それともおいでって言ってた方なのかちょっとわかんないな。おっと悪いね、怖がらせてしまったかな。君のことはよく知っているんだ。ずっと前からね。ずっと前から、私たちどこかで会ったことがあるの？いや、会うのはこれが初めてだよ。ん？初めて会う人には自己紹介をしなきゃね。僕の名前はダニエル。この洋館の鍵番をしているんだ。洋館？鍵番？ねえ、ここは一体どこなの？私さっきまでその家の屋根裏部屋にいて。屋根裏部屋、そうだよね。あの部屋屋根裏部屋か。なんかもう、いないものとされてる、いないもの扱いされてるんだ、ノアちゃん。虐待じゃん、もう。気がついたらここにいた。それまでのことはあまり覚えてなくて。なるほど、そうかい。それはとても不安だっただろうね。でも大丈夫、安心して。ここは危険な場所じゃない。ここは君のために存在する空間だからね。ん？私のために存在する空間？どういうこと？大きな洋館。そこには君と11人の住人たち。覚えないかい？洋館？ 11 人の住人？そうさ、ノア、ここはね、君が作った世界だよ。なくなってないよね、ノアちゃん。あれ？あれ？ああ、びっくりした。止まっちゃったかと思った。今、なんて言ったの？ここは君が作った世界、そう言ったのさ。この洋館もこの僕も、全部君が想像して、書いて作り出した存在なんだよ。何を言っているの？ありえないよ、そんなこと。ありえない？でも、君はそれを証明できないだろう？それはそうだけど、ありえないことを証明するのは難しい？でも僕は証明できるよ。ここは君のいた世界じゃありえない。証明ってどうやって？君の部屋に青いカードがあっただろう？それを使うのさ。青いカード？ありましたね。これのこと？そう、それだよ。それを貸してくれるかい？いいよ。なるほど。探偵のトランプか。君らしい魔法の道具じゃないか。その魔法の道具って何？ただのトランプだったみたいなんだけど。その質問には後で答えよう。まずはこっちが先だね。そのカードを使って一体何するの？すぐにわかるよ。いいかい？のは、よく見てて。今から面白いことが起こるよ。火をつけましたよ。燃やす気か？何をしてるの？見ての通りカードを燃やしているのさ。燃え尽きるまでもう少し待っていてくれるかい？はい。さて、これでカードは燃え尽きてしまったね。ところでのは、君のカードは今どこにあると思う？どこって、あなたが今燃やしたじゃない。もうなくなっちゃったよ。そう思うかい？ノア、カバンの中を見てごらん。カバンの中？ありますか。あった、さっきのカード、今燃やしたはずなのに。不
思議だろう。どうして何をしたの？何もしていないよ。この洋館ではこの現象は当たり前のことだからね。当たり前？そのカードはなくせないカードでね。どんなことがあっても必ず持ち主のところへ帰ってくるんだ。この洋館に住む者は必ずそのカードを持っている。お、みんな同じだろ。信じられないかい？うん、これがマジックじゃないことは私でもわかる。ただ、ねえ、この世界には魔法があるの？そうだよ。今よりもっと不思議なことがこの洋館にはたくさんある。全部君のいた世界にはなかったものだよ。ここは私の夢の世界なの？夢の世界が、少し違うかもしれない。でも、ここは現実じゃないんだよね。どうしてそう思うんだい？あなたがさっき言ったじゃない。ここが現実じゃないって？僕はそんなこと言ってないよ。さての、君が言ったという屋根裏部屋は果たして本当に現実の世界だったのだろうか？ああ、どっちが現実かわからないってこと？もしかしたらここが現実で向こうは現実ではないかもしれない。ほうほうほう、深いな。あるいはどちらも現実かもしれないし、そうでないかもしれない。何の話？君を困惑させる話。さてのは、君はまだ僕にある質問をしていない。質問？そう。不思議な世界に迷い込んだ主人公が必ず案内役に尋ねなければならない質問だよ。私がしなければならない質問。彼女いますか？じゃあ、元の世界に戻れる？そうだね。その仮面の下はどうなってるの？はい。あなたのその仮面の下はどうなっているの？お、僕かい？なるほど、そう来たか。とは、何事にも興味を持つというのはいいとさ。けれど、その好奇心は今抱くべきじゃない。何事にも順序というものがあるからね。答えたくないみたい。見えづらくはない。その仮面前が見えづらくない。目見えてる？てかさ、逆に、見えすぎて塞いでるか、もともと見えなくて、それを隠すためにつけてるか。心配はいらない。ちゃんと見えているよ。君が見ている景色と寸分違わない景色がちゃんとね。ああ、見える人なんだ。どういう仕組みなの？とても見えづらそうだけど。さあ、僕にもわからない。でもちゃんと見えてるから心配いらないよ。もしかしてそれがないと前が見えないの？そういうわけでもないかな。外した状態でも見えるよ。じゃあどうしてつけてるの？残酷だな、子供って本当に。残酷だわ。かっこいいと思ってるんでしょ、ダニエル君。こっちもかっこいいからつけてんだよ。貸してあげて、本当に。どう？あ、ごめん、本当にごめん。あ、でも、外してみせて。ねえ、その仮面外してみせてくれない？値上げだなって。君は案外しつこいね。ここまで来たら引き下がりたくないなって思って。とは、物語を正しく進めるために必ずしなければならないことがある。それが何かわかるかい？はい、それはね、正しい選択肢を選ぶことさ。僕が手伝ってあげるよ。もう、強制的に来ましたよ。じゃあ、元の世界にした。せめてした。抵抗しよう。私、元の世界に戻れるのかな？そう、君が尋ねるべき質問はそれだ。いや、元の世界に戻れるか。結論から言おう。君は元の場所へ戻れない。死んじゃったからってこと？そんな、少なくとも今は。おう。大丈夫。心配はいらない。今は無理だけれど、必ず帰れる時が来る。いや、帰らなくていいんじゃない？本当？本当だよ。安心してのは、君が元の世界に戻るその瞬間まで僕がずっと君のそばにいる。約束する。僕は決して君を裏切らない。ありがとう。もう優しいのわかるもんね。だってこの選択肢に最後まで付き合ってくれるんだもん。そう、よくわからないけれどありがとう。
でも、どうしたら元の世界に戻れるんだろう。それは簡単なことさ。失った記憶を取り戻せばいい。失った記憶？そう。君が屋根裏部屋で眠ってから、この洋館で目覚めるまでの記憶を取り戻せばいい。おう。そうすればきっと元の世界に戻れる。そうなんだ。ダメだよ。私、ちっとも思い出せない。そうだろうね。大丈夫。この洋館にいればきっと全部思い出すはずさ。時間と君の心の問題だよ。カウンセラーになれるよ、君。あ、金の音で思い出さない、なんか。おっと。そろそろ僕らの最初の出会いを終えなきゃならない。ということで、君の目的が決まったところで、僕が今からすべきことは二つある。二つ？そう。一つは君に、この洋館を案内して住人たちに君を紹介すること。そしてもう一つは、君と握手をすること。セクハラですか？いいの？そんなことして。合法的に？ほら、手を出して、手を貸して。大丈夫ですか？肌白いな、ダニエル君。ようこそ、僕らの洋館へ。そして、これからよろしく、モア。よろしく、どうかしたかい？ごめんなさい、あなたの名前。ダニエル。僕の名前はダニエル。ダニエルだね。よろしく、ダニエル。ダニエル君、なんだろうなぁ。ノートを擬人化した人とか。絵本自体を擬人化。それじゃあ早速、ケビネコの洋館も案内したいところだけれど、でもなんか柄的にトランプっぽくもあるな。その前にきっと君は僕にいくつか先に聞いておきたいことがあるはずだ。彼女いますか？まずはそれに答えることにする。聞きたいことが決まったら僕に話しかけてくれるかい？どんなタイプの女の子が好みですか？そうだね、わかった。じゃあちょっとセーブしましょう。